みなさんこんにちは、みやこです。レイチェルです。久々のレイチェルが登場してくれました。みなさん久しぶりです。1年ぐらい経っ…え?もっとかもね。でも、そうだね、もう1年ぐらい経ってるかもしれない。見てください、こんなに…いやいもう痩せました。シュッ、まあ、半分ぐらいだよ。こんなに痩せました。いや、これもね、レイチェルは来月?来月です。初めての大会に出ます。出場します。レイチェルは大会だ。もう絶対見に行くんで、みんなも応援に行きましょう。嬉しい。レイチェルの減量のなんか動画とかもね、上げてるんで、ぜひレイチェルのチャンネルもチェックしてください。今日はなんと皆さんお待ちかねのレイチェルとのしりとれ第3弾でございます。またさらにアップデートされた、確かに、お尻を今日もちょっとご堪能いただければと思います。レイチェル先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらがヒップアトラクションのマシンですよね。はい。で、ヒップアトラクションって、まあ、私今までやっていたのが、うん、ここおちょっと軽いですか、確認か。確認フォームチェックです。フォームチェックでも減量してるんで、そうね、結構重量がもう、いやいや、そうしょうがないでしょ。前は結構前傾気味な感じでやったよね。そうそうそう、前は結構こういう感じですごく前傾しながらこう開いてたんですけど、今はどちらかというと軽めはい、半分ぐらい前傾していきます。はい、で、ここからそのやり方がちょっと変わっていくんですけど、前その動画でご紹介したのが前傾して、もう本当にできる範囲までこう開いていくって感じだったんですけど、そちらもまあ問題なく大臀筋に効くんですけど、大臀筋もどちらかというとこうかかとを使って押してるので、大臀筋ももっと上部より株の方に効いてたかなと思います。なるほど。どちらかというと大臀筋の上部、このトップの丸につけたいので、尻の上です。はい、つけたいのでやり方変えました。なるほど。なのでやり方はこう、まあ、同じように開くんですけど、でも前みたいに足を使ってできる範囲まで開くっていうよりは、こう膝をまるでこうパカパカ開くイメージでやってほしいです。うんうん、なのでこういう感じ、はいはい、なのでそんなに開けないと思います。でも大丈夫。そうすればこうまっすぐじゃなくて軽く上半身前傾して、でまるで膝を使ってこう膝をパカッと開くイメージで開いていきます。3、4、5。そうするとより大臀筋の上部のみで開くことができます。なので足を使わない、かかとから押さないっていうのがポイントです。はいはい、でお客様の方たちにも、手はどうすればいいですかって聞かれたんですけど、こうやって持ってもいいですし、でもなるべくこの上部ってどこか知らない方が多いんですよ。あ、分かんない人、お尻はお尻みたいな感じで一つとして見る方の方が多いので、私はどちらかというとこうお尻のトップ触りながら行う方が、あ、この筋肉動いてるんだっていうのも分かりやすいかなと思います。じゃあ意識、そうで、こちらを20回行います。それは変わってないです。それは一生変わらない。ハイレップ、はい、ハイレップで行います。これさえあれば間違いない。はい、でちょっとだけ前傾で、これも同じように靴、うん、の真ん中から端っこあたりまで座っていく。こう、そう、こう、そう。じゃあ結構浅めに、浅めで OK です。でちょっとだけ前傾で、でそうするとちょっと前傾した方がお尻のこのトップにストレッチかかるの分かると思う。なるほどなるほど、こう伸びる感じね。そうそうそう、しっかり伸ばして今からちょっと鍛えるよって、はいはいはい、ここにね知らせていくわけです。そうそうそう、知らせて、そこから重いんだけど膝をそうそうそう、膝から開く、なんか足を使わない、これね、パカッと開く。そう、あんま開けないね、これだから可動域は狭くて、狭くて、でもトップの力で開く。ここでストップ。そうそう、すごいわかる。し、え、8ぐらいだったんですけど、いや、いいですよ、いいです。でもよくあるわ、よく間違いです。
7、8、9、10、あと10回、11、12、13、14、15、16、17、18、19、最後20。おお、めっちゃ入る。そう、やばくない？やば。こんなでも可動域が狭くても逆に抜けないからすごいきつい。そうそうそう、こうやって可動域狭くても、うん、でもしっかりお尻の上部のみで開けているかっていうのを、なるほど、これで行います。はい、行います。これが大体1種目目。最近は私1種目目にしてますね、うんうん、で、まあ、やっぱり理由とすれば、しっかりこれはこうお尻だけに効いてる感があると思うので、はい、お尻だけに効いてる感があると思いますので、わかりやすい。そう、1種目目に回すことでお尻にしっかりこう刺激を入れるっていう感じでやっています。ウォームアップ、はい。で、そうですね、もう最初私いつもこう、まあ、今まではではないんですけど、たまにこうスクワットとかから始めにする方もいるんだけど、スクワットとかレッグプレスとか、そういうのってやっぱ足に負荷がかけやすいんだよね。で、そこから始めてしまうと、やっぱお尻トレーニングって足に効いてしまうと、他の種目ももう足だけに効くんですよ。そうだよね。その負荷をまたお尻の方に、刺激をお尻に戻すっていうのが本当に難しいので、1種目目にこれを、ここからスタートしてしっかりお尻に刺激与えて、そこから他のお尻トレーニングの種目、なるほど、こうやって方がいいかなと思います。なるほど。そう、ここをつけるとここですよ、皆さん。レイチェルのここに何かが乗りそうですね、ここに。試合が勝ってことですね。次にやっていくのがケーブルキックバックなんですけど、ケーブルキックバックも、お尻のこのトップの方を鍛えてくれます。で、必要になっていくのがもちろんケーブルマシンと、こちらケーブルの、足首、まあ、アンクルストラップなんですけど、足首にこう巻くアタッチメントになっていきます。で、前はもう前傾でこういうちょっとキック系で、で、こうキック系も全然いいんですけど、うん、まあ、フォームがちょっと、まあ、フォームがあまりできてない方ってこうキックするときにこうやってすごくここね、ここ腰痛めちゃうんで、結構、ね、そうそうそう、気をつけてほしいポイントです。それですごく腰痛につながってしまうので、なるべくそんなに前傾しない。なので軽めで大丈夫です。はい。で、ここからなんですけど、こちらも大臀筋のこのトップの方、丸みをつけてくれる方になっていきます。で、そこですごく大事なのが、膝とつま先をこう外側にねじっていくのが大事になっていきます。これが大事、はい、大事なので、そう、そのまま真後ろに上げていくというよりは膝つま先外側に向けていく、うん。で、そうするとお尻のトップの方にも力が入ります。あ、はい、これからスタート。なるほど。で、そのまま、外側に向けていくと骨盤の方もこう動きやすいんですよね。なのでしっかりそこはまっすぐにして、これを固定していきます、はい、ここが大事。これ大事、はい、これすごく大事です。これすごく大事。大事なことは2回言います。はい、はい。で、このままこちらのヒップアダプションと同じように、なるべくこうハンドとか勢いとか使わず、お尻の力のみで行うっていうのが大事になっていくので、こちらのケーブルを大臀筋の上部の力のみで上げていって、上の位置のお尻をギュッと締めていきます。はい。で、下げて、ギュッと締めて下げて、じゃあ可動域はやっぱ狭くなって、狭くて大丈夫。すごいモリッとしてますね、先生、ここが。見てください、すごい収縮見える。やばい、見える見える。おお。で、ずっと膝つま先は外側で、骨盤も動いてない。そうね、動き自体はすごい小さく見えるけど、そう、いや、でもこれやばい、うん、お尻だけ使ってるからすごいきつそう。そう、お尻の力のみでケーブルを上げていく。なるほど。
で、もちろんね、お尻の収縮も大事なので、上の位置でお尻をギュッと締める。はい。で、まあ、どれぐらいケーブルを上げればいいですかってよく聞かれるんですけど、本当に収縮しやすい位置なので、なので、ここで、私はここで大丈夫。なるほど。でも逆に上げすぎてしまうと、抜けて腰に、そう、腰に、負担かかりやすいですし、なるほど。それと、逆に上げすぎてしまうと骨盤も動きやすい。そっか。これでも大丈夫。うん、きつそうです。これすごい。やりましょう。これも20レップで。20レップです。はい、これ、15。あ、15。よかった。増えるかと思いました。でこちらも重量今5キロなんですけど、はい、5キロで大丈夫？もう大丈夫そうです。逆にそう、それまあどんどん重量とか足していくとお尻のトップから負荷抜けやすいんですよね。はい、やっぱ他の部位使いがちになってしまって、ハムストリングスとかにもう使い始めますので、5キロでちょうどいい。これやっぱ外側に足グッと向けるのと全然違うね。そう、まっすぐと外旋させるとお尻の上にグッと入るね。そうそうそう、これが大臀筋上部のポイントなんですよ。なるほど。膝つま先とかを外旋していく。お、そうで、ね、はい、そう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 、3 4 5 6いい感じですね。お7 きついんですけどしっかりそう締める。9、10、あと5回。11、12、13、14、最後、15。おお。わかるわかる、めっちゃ。かこれさ、お尻の上部つくと腰回りも締まるよね。結構締まります。ここつながってるところだから、結構腰回りもギュってくる感じがする。うん、すごくいい感じ。すごくいい感じ。いただきます。じゃあ、最後にやっていきたいのが、はい、最後の3種目目は、はい、ルーマニデッドリフトやっていきたいと思います。はい、はい、で、ルーマニデッドリフトって、まあ、デッドリフトっていろんな種類があるんですよね。そうだね、いっぱいあるね。そうと、うん、今日はルーマニデッドリフトっていう、ハムストリングスとお尻のこの下部を狙ってくれる、種目をやっていきたいと思います。はい、お願いします。はい、で、基本ダンベル使うんですけど、はい、デッドリフトってヒップヒンジっていうのが大事なんですね。うん、ヒップヒンジって、どちらかというとこの股関節の屈曲みたいな感じで、うん、股関節をこう曲げていく、お尻を引いていく動作なんですよね。これがそもそもできなければルーマニデッドリフトもデッドリフトもできないです。なのでこれがすごく大事になってきます。膝をこう軽く曲げて、で、お尻を壁にくっつけるっていうイメージで、あ、ちょっと足がつれた。こういう感じで、そう、お尻を引いていく練習とか。最初に何回かエアーでしてからやると、ね、そうそうそう。上半身を倒しながら、お尻を引いて壁にくっつけるっていう練習とか。そういうのもするのもいいと思いますし、もう一つは、こう両足をベンチにつけて膝を軽く曲げて、でそこからお尻を引く、あ、なるほど、っていう練習もできますし、でこうしたら膝を曲げることできないので、 そしたら、まあ、もちろんね、足の方こう浮いちゃうので、うんうんうん、足をずっとベンチにつけながらお尻だけを、そう、引いていく、股関節を曲げていくっていう練習も、はい、はい、してもらってます。しっかり脇を締めていく。最初胸を軽く張って肩を落として脇締めるっていうのをおすすめします、はい、そしたら背中も丸まりにくくなるので、はい、でここから膝を曲げていただいて、緩く曲げていただいて、でダンベルをこう下げながら上半身倒しながらお尻引いていくんですけど、でここで下がっていく位置なんですけど、膝とすねの間くらいでストップしていきます。ここだとお尻が一番もうマックス引けている状態です、うんうんうん、でここからかかと重心で押し上がっていく。ほう、尻の力で戻る、うん、上がるとき結構お尻締めたりする方もいるんですけど、はいはい、私無理やりこう締めていくと結構腰が痛くなるんですよね。あ、なるほど。なので私は
上がった時に膝まだ高くなるとかキープしてるんですよ。その方がずっとお尻に負荷かけることができるので、うんうん、私はそのやり方をおすすめします。上がりきらない、上がりきらない、はい、なるほど、いいやり方です。はい、で膝をちょっと緩める、そうで、ここからすね、そうそうそう、ここだと今、うん、この時点でお尻の方にストレッチかかってると思う、かかってます、そうで、ここを意識しながらかかとから押し上がる、そうで、押し上がった時は膝軽くなってください、そうで、よし、これストップ、そう、膝軽く曲げた状態、膝はこの軽く曲げた状態を変えない、あ、そう、上がった時も下がる時も伸ばしたり曲げたりしない、ずっとこの状態に、そう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 、これお尻に入るね、そうで、お尻とハンドルしまう、もう綺麗ですね、ありがとうございます一応トレーナーやってるんでこれ今何回ぐらいですか？5回ぐらい、でもあと2回やろう、とりあえず、あと1回 OK です。膝ですね、膝がポイントです、膝がポイントです、膝ずっと緩めてるだけでお尻の伸び縮みになりますね、膝がこう入ると結構ハムの方に、ね、そう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 新しい技がちょっと、はい、最近やり始めたんですけど、はあ、きつすぎてこちらはどちらかというともう少し中級と分析されるこの方におすすめしますけど、はい、はい、で、バンドをつけて軽く、これもちょっと膝軽く外側に向けます、もう本当軽くなのでこれぐらいでやっていくんですけど、そこから同じようにダンベルをやっていただいて、で、デッドリフトを行います。3、バンド使うだけでもう少しお尻の方に刺激入れることができます。これきついんですよ今日はレイチェル先生の最近のアップデートされたチートでございました。アップデートされましたね、アップデートされましたよねされましたぜひ皆さん前の動画でもいろいろ紹介してますので、ぜひ見返してみてください本日はレイチェル先生ありがとうございました。ありがとうございます、楽しかった、また見てね終わり。